上田城三の丸には藩主の屋敷などが建てられていました。藩主屋敷は現在は県立上田高校の敷地となっていますが、高校の正面には立派な門と土塁、堀が残り、当時の面影を残しています。関ヶ原の戦いの後、真田信行はここに屋敷を構え藩政を行いました。その後の戦国史、松平氏もここで政務を取りました。現在、私立清明小学校の敷地となっている地に、藩主屋敷と同じく周囲を堀に囲まれた中屋敷と呼ばれる屋敷がありました。ここは戦国史藩主時代の終盤から藩の建築工事などを担う作事場として使用されるようになりました。